はい、大変お待たせしました。第4弾、最終ですね。弁慶じゃなくて、これトヨタの1キロ、いろいろありましたけど、ちょっと苦労したけど玉もつけてあげてね、明るくなりました、メーターね。でこれはね、押しっぱなしにしといてください。スイッチ調子悪いんですけど、触らないように。上でね、20ワット2キロの切り替えです。でこれパワーで、これでセットして、セットしてマッチングですね。でパワーを測るときはパワーと。で今無線機がこれか、よいしょ、押して、約無変調で1ワット、ちょっと多いかな、もうちょっと下げますか、よっこいしょ、 0.5 ワットぐらいにしますね。はい。でまあタバコ1本ぐらい吸うと、吸わない人は1分以上ですね。まあ余熱して、これ余熱ですね。でこっちはアベレージ、こっちはスーパー変調、例のスーパー変調パワーですね。まあ、こっちにノーマルにしときましょう。でこれを入れて、おお、送信しっぱなしになってた、よいしょ、これでいいかな。これで無変調で350ぐらい、結構出ますね。インクで1キロ以上、了解しました。落ちローディング、これはあのパワーがね、最高にピークで出るようにチューニングとローディングと左と右をね、調整してください。ちなみにこれスーパーやってみるとすごいですよね。了解しました。こんな調子ですね。あんまりこれやるとね、相手の人には聞き取りにくいので、こっちのスーパー使うときはもうちょっと押しを上げて、最低でも150ワットぐらいはね、無変調で出して、それで喋ってください。あんまり変調がふわふわしちゃってね、聞き取りにくいと思うんですよね。まあ電気食わなくていいんですけどね、そんな感じでマッチング系も一応ね、これあるものでね、直しましたね、後ろね、使えるようにしました。ちょっと今テストでね、これ L 型使ってますけどね、まあ、そのくらいのパワーだったら大丈夫でしょう。であとはこれ冷却のファンがね、真下にもべったりついてるんで、機械は最低でもね、このくらい10センチぐらいはね、ちょっと上げて使ってほしいですね。じゃないとセラミック冷やす風が全然通りません、まあ、そういう状態で多分使ってたんでね、これセラミック、これもう真っ黒焦げで焼けちゃってんですよね、風不足でね、こんな感じになっちゃいますからね、下の吸い込み口はね、十分にこうこのぐらい開けてね、余裕を持って使っていただきたいと思います。というわけでね、トヨタの1キロ直りましたね。